おはようございます、星川です。今日は豪徒審議会決算特別委員会のですね、三区建設分科会が開催をされます。先週から引き続いて、指摘事項の取りまとめの段階に入っております。昨日はですね、私たちの民生分科会の取りまとめの日でした。で、明日が総務文教の分科会の取りまとめということで、あります。今回ね、こういう新しいやり方をやって、非常に審議会もね、活性化してきてるなと。で、若い人たちの意見もね、どんどん出てきてまして、非常にいい傾向だというふうに思っています。やっぱりね、自由がないとダメだよ。上から押さえつけたりとかね、そういう街だと伸びませんから、まずそういったところをね、審議会から発信していかないと、いけません。そこに私は地方創生っていう、言葉自体も変えた方がいいと思うんだけど、地方がですね、本当に生き生きとする可能性はそこにあると思います。それはないところはまず無理でしょうね。今回の三分科会のやり、新しい方法にプラスしてですというかね、一度総括して、今度はこれを、予算特別委員会の方にですね、同じ手法を使っていくということが自然だろうと思うんですが、議会内、いろいろあってね、お伺いを立てないといけないというところもあるようでありまして、機能的にやるとしたらね、それは論外だと思うんだけどね、やって当たり前というふうに私なんか思うんですけども。で、あともう一つはですね、分科会でやるとですね、包括的な市の決算あるいは予算の評価というものをですね、やるところがちょっと手薄になるかなと。本来ならば総務文教分野でそれをやってくれればいいんですけども、どうもそういう話にはなってないんじゃないかなと思います。そこら辺を今後どうしていくかですね。全体会議の中で、包括的な魚津市の財政あるいは総合計画、こういったものをと照らし合わせながらですね、決算予算を見ていくというところが、今後必要になるんじゃないかなというふうに思っています。今朝もね、この西尾正恵さん、いいでしょう、この爽やかな青空のような、ね、西尾正恵さん、今日は朝、水橋から、岩瀬の方から凱旋を開始して、いただいてます。こういうふうにしてね、同時多発的にどんどん仲間が増えていって、この活動が富山から日本を変えていくという活動になるように頑張っていきます。